富士の国総研研究員久保ひとみ、県民代表として日夜県内を駆け回っている。本日の指令、もうすぐ十五夜、そこで静岡の食材を使ったお月見料理を調査してくれ。富士の国県民愛。お月見って最近してます？月見はしてないです。昔はやった覚えがあります、子供の頃は。皆さん、今年の十五夜は今度の月曜日12日ですよ。澄んだ秋の空を鑑賞するお月見、平安時代から始まったと言われています。そこで浜松市浜北区にある万葉の森公園にやってまいりました。こちらでは万葉の時代に詠まれた植物およそ300種類が植えられているんですね。昔の人たちが始めたお月見、今の私は美味しいお料理をいただきながらお月見したい。そこで公園の中にある万葉亭にお邪魔。こちらは富士の国食の都づくり仕事人、野中雅子さん。野中さんの主催する月草の会は、その昔貴族がいただいていたといわれる貴族の万葉食を再現し提供しています。古代米の赤米、万葉植物の揚げ物など、今では珍しい食材のほか季節ごとの一品も。この秋は地元浜松下駄川の鮎です。あ、ほんと身も柔らかくて、さすが地元さんは美味しいですね。さらにご家庭でもできる一品を教えていただきました。この十五夜のお吸い物、ポイントはうずらの卵。熱湯を入れていくと、あら、お月様になりました。これを浜松で作られたそうめんと合わせて、見事そうめんの天の川に月と星が浮かびます。せっかくですから月を見ながらいただくことにしましょう。ああ、いいお出汁。あの、野中さんはお月見はされるんですか？やっぱり心が洗われるというか、落ち着きますよね。そうですよね。どんな思いでいつも作ってらっしゃるんですか？食の原点というか、持ってるものの味がそのままね、生かして皆さんにお伝えできればかと思ってますけれども。今月11日から富士の国食の都づくり仕事人のお店およそ130店舗で秋の食の都仕事人ウィークが開催されます。ご家庭でのお月見と合わせ、プロならではの味をご堪能ください。皆さんも静岡の食材を使ったお月見料理に挑戦して、日本の食文化を見直してみてはいかがですか？今月は御殿場コシヒカリ、富士山からの贈り物、新米2キロを10名様にプレゼントします。応募方法はご覧の通り。なお、番組ブログからも応募できます。富士の国県民愛は静岡県広報課がお送りしました。